どうも、完璧です。今回は鉄道ニュースをお届けします。今日のお題は港未来線、馬車道駅に副名称を使用、開始するというニュースです。それでは本編へ。港未来線を運営する横浜高速鉄道では、馬車道駅の副名称、横浜市役所を2020年6月6日から使用開始すると発表しました。これは横浜市役所が北中通り南地区に全面移動し、馬車道駅と直結したことに合わせて使用を開始するもので、駅利用者の利便性向上を目的に設定しました。副名称は、駅名看板や駅、車内の路線図などに表記され、市内外から訪れる来庁者に対して、横浜市役所の最寄り駅であることをわかりやすく案内するということです。お分かりいただけたでしょうか？それではこの動画はここでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録と高評価を忘れずに。それではさようなら。